おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。はい、というわけでシャキーンを押してる令和2年、本日も動画を撮っていきましょう。なんとついに僕というか、皆さん悩んでることはないですか？結構 DM 来ます、学費の件について。そう、音楽大学の学費について調べましたので発表をさせていただきます。今回調べたネタについてなのですが、一切おふざけは入っておりません。真剣にネットで調べました。各大学の学費についてそのまま発表したいなと思います。その大学がダメとかどうこうとかで全然ではなくて、ただ単に音楽大学とか普通の大学の学費を発表するだけのただ単な動画です。全然アンチではないです。ネットのある情報をそのまま発表するだけのいわゆる音読です。というわけでやっていきたいなと思いますよ。音楽大学の学費が高いっていうのは僕も過去に喋ってきたんですけども、僕もこれ本当に高いのみたいなね、それを調べていきますので、それをそのまま発表します。もしかしたらもっとかかるかもしれんし、あとは安いかもしれません。間違えた情報かもしれません。しかし、全力で調べましたのでご了承ください。一切の苦情は受け付けません。これは僕は音読してるだけです。それではやっていきましょう。音楽関係の皆様、今後ともフォルテをよろしくお願いしますよ。フォルテは音楽を盛り上げるために発表するだけです。よし、まず僕が言ってた愛媛大学について発表しましょう。愛媛大学教育学部は1年間入学時の諸経費調べたのですが、これは公式サイトです。教育学部614,560円。まああんまりね、なんか名前出すの嫌なんで、みかん大学にしましょう。これはね、入学金とかまあいろいろ入ってます。授業料とか、授業料だけで言うと前期分で267,900円ですので、年額535,800円です。大学ってこんな高いんですか。2年生3年生とかかります。合計すると160,7400円に1年目の614,560円を足します。228,1960円です。わお、車買いますね。228,1960円です。まあこれ以外にもね、生活費とか友達と遊んだりとか、まあちょこちょこサークルとか金かかったりとかするんですけども、それはまあほっときましょう。はい、次、こっからはもう名前は出しません。〇〇音楽大学と行かせてください。まず国立〇〇芸術大学、1年時の合計が120万6020円です。これに2年時3年時と授業料だけがかかってきます。年間64万2960円。まあ少し高いだけです。まあこれはね、東京なのでしょうがないと思いましょう。これがかける3年間234とされるので、合計が64万2960円かける3は192万8880円となります。お買い得ですよ。嘘ですよとかではございません。嘘とかではございませんね、ほんまです。これそのまま発表してるだけです。これに2年次を足して合計313万4900円です。4年次合計で313万4900円です。まあこんなもんですかね。まあこれが、東京〇〇芸術大学というわけで、ちょっと怖いなこの動画出すの。怖い、別に悪いこと言ってないもん。悪いことは言ってません。というわけでね、まあ大丈夫でしょう。はい、 OK。 というわけで次、〇〇音楽大学とか〇〇ね、その私立系の大学を見てみましょう。こっからはもうあと各自で自分で調べてください。僕はもう知りませんよ。はい、というわけでね、よだれが私立、私立ですね、学校がやっていきましょう。はい、なるほど、計算するのが怖いでござんす。やってもいいんですかね。まああんま詳しく計算するとなんかちょっといやらしいというか、こっからはね、なんかします。合計書いてくれてるので、とある大学はもう合計を書いてくれてます。1年次から4年次までの合計の学校でかかるお金を書いてくれてます。これは公式ホームページにあります。合計862万6400円。
はい、合計。もう合計書いてくれます。もう僕は計算する必要ないということで。これはもう、高級会社買えちゃいますね。というわけで、まあ素敵なお値段かと思います。まあなんでね、こんな高いのかと申しますと、高いというかね、これはもうかかります。素晴らしい先生、素晴らしい環境。それを自分たちで運営している。これも2つの国立大学っていうのは国がね、その場所代とか研究費とかを払ってくれてます。しかし、こっちの私立っていうのはね、みんなでそれを集めてその場所が提供できているということであるので、少しだけ高い値段になっております。少しだけですよ。で、もう一つの大学を見てみましょう。はい、こちらの大学は合計値段は書いてないですが、1年次の合計を書いてくれてます。はい、私立音大 A、 はい、私立音大 B でいきましょう。はい、こちらが1年次233万2000円。これは1年次です。こっから2、3、4とかかるのですが、2年次200万3200円。まあ、平均して毎年200万ぐらいですかね、かかるというわけなんですけども、まあ、全部200万はこのグラフを見る限り超えてます。まあ、200万円と書いておきましょう。かける3をしましょう。まあ、もうちょっと高いです。これよりは高い値段書いてるのですが、もうめんどくさいので3を押して600万円に、大学2年生、大学3年生、大学4年生でね、まあ、大体600万円がかかります。これに1年目の授業料と入学金を合わせると大体830万円ぐらいはかかるんかなと思います。税込みか税込みじゃないかは大学で調べてください。まあ大体ね、平均1000万円はいけないです。4桁いかないですよ。830万円より多いです。僕は端数を切り捨てて計算しました。もう一つの大学は860万、まあ大体850万ぐらいはかかるかなと分かったわけなんですけども、これは別に払う必要がないんです。お、どういうことを言うのか。あなたが優秀ならば特待生になります。これは素晴らしい私立の大学の特権です。国立大学にはあまりその枠はないのですが、私立の大学では結構そういう特別ね、小学生というか試験が優秀だったらピュッと行くことが可能です。まあ国立大学もあるのですが、私立大学の方が優遇されてると思います。てなわけですので、皆さん私立大学に入られた方は、まあ、僕が今まで音大の仲間たちに話聞いた情報では、死に物狂いで音楽を勉強します。そして試験でいい点を取って小学生を目指している人が多いそうです。僕の愛媛大学ではそういう人は本当に数人しかいませんでした。僕の知ってる限りは。国立音楽大学と私立の音楽大学ってここまで値段が違うんですけども、他のね、私立の大学とかでもね、普通の大学でも結構学費は高いです。 Siri が反応されました。というわけでね、私立の大学と国立大学ってまあこんだけ違うんですけれども、僕は、まあ、行けるなら私立の大学に行きたいです。すごい量の資料があります。オタクはハマっちゃいます。図書館とか、うわ素敵な資料がたくさんあるってぐらいあるので、まあ僕はそこで一回寝泊まりしてみたいんですけども、その夢は叶うことなくなりました。というわけでね、こんだけ値段が違うことが分かったかなと思いますので、これから受験シーズンで皆さん頑張っていかれるということで、ぜひとも一緒にこれからもモチベーションを上げて音楽勉強を頑張っていけたらなと思いまっちょ。音楽をやってる方なら分かるかもしれないですが、まあ普通の大学を受ける方も塾とか行かれますが、音楽の大学を受ける方は毎週のようにピアノのレッスンだったりいろんなレッスンを受けますよね。まあそういうお金も別々でかかるというわけで、それとはまた別で学費が4年間はかかるということを、ご了承してもらって、これからも一緒に頑張っていきましょう。もしかしたら僕も急遽留学したりとかすることもあるかもしれません。したいです、いつか。皆さん、この金額、お母さん、お父さん、ありがとうございまっちょとね、皆さんで思いましょう。言葉に伝えるのが恥ずかしくても、心が通ってれば分かってくれる。
それが親。これはあくまでただ単に情報をそのまま書いて発信しただけですので正しいかどうかは分かりません。ですので皆さんの目でぜひとも見てみてください。その音楽大学は少し高めなんですけども、素晴らしい先生、素晴らしい環境、そして同じ意思を持った仲間たちがたくさんいるので、その値段以上に価値があると思っていまっちょ。あ、最後に一言、この大学費用は一切生活費は含んでおりません。〇〇大学、国立〇〇芸術大学と私立の音楽大学 AB は東京の大学ですので生活費が高いです。そこもご検討ください。僕の大学は超田舎だったのでもう格安でした。というわけでバイバイ。見てくれてありがとね。よければグッド押してて、なんならチャンネル登録してね。ゴリマッチョ、ウソマッチョ、マッチョマッチョマッスルボーイ、マッチョ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 。